ということでやってきました夜食のお時間です。なぜ飛んだ。いやだって部屋食初めてで盛り上がって。ということで皆様こんにちは。今回はどこに行くんですかい。今日は新しく設置された特急草津島で草津温泉に泊まりで行きたいと思います。今年は暖かかったから紅葉と雪どっちも見られるかもな。まだ特急が来るまで時間があるので昼ご飯を買いに行き買ってきました。スピード感大事。実際は迷いに迷いまくって20分くらいかかってるんですけどね。そういえば651系が引退してから257系が就航したんだっけ。随分と貧相になったな。651が豪華すぎたんだよ。ということで実際に乗ってみましょう。おお、窓側の席取れたんか。東武トップツアーズの方が頑張ってくれたのでね。お前がツアーで旅行なんて珍しいな。今回は夜食がとても魅力的だったので、ということで早めのお昼にしましょう。これだけで腹いっぱいになりそう。お次は同じくパオパオで買ったニラまんじゅうと普通のイクラおにぎり。いや食べる量やばくね。お前宿でも夜食かなりの量出るんだろ。いやうまいうまい。まあさすがにもう終わりにする。メインディッシュもうまそうやな。こいつ草津と何も関係ないところで3000円使ってるぞ。オープン。めっちゃ豪華やんけ。真ん中にチリソース付きの生春巻き、左上には生ハムとチーズ、右下はハッシュドポテトとローストビーフですかね。右上はサーモンか。それじゃあいただきます。さつまいももうま。マカロニも。いやそのクソ雑魚みたいな感想やめろよ。いやだって味とかよくわからんもん。じゃあなんでこんな高いオードブル買ったんだよ。257系って意外と古い車両なのでリニューアルが行き届いてて結構綺麗。もともと暴走特急で使い古されてた車両だからな。今は1日3往復のこの区間で老後生活を送ってるみたいですね。ここからは上越線に入っていきます。そっか、新町から群馬に入ってたのか。やっぱり紅葉してますね。紅葉に行こう。あれは北陸新幹線の高架線。でっけえな。最寄り駅は安中春のあたりですかね。なんやこれ、超そり立っとるやないか。もともとは日本道管が戦時中に鉄鉱石を鶴見の方に運ぶために作られた路線でしたからね。そういえば小野上駅前の採石場が取り壊されたってだいぶ前に鉄道新聞で見たわ。こちらはいろいろあって上に線路を作ることになったヤンバダムです。民主党のクソさがよーくわかる事件だったよな。詳しいことを知りたい人はヤンバダム事件で調べてみてください。ということで長野原草津口駅に到着です。大宮から2時間もしなかったよな。都心からでも簡単に来られるので草津温泉に行くときはぜひ鉄道利用を。まあ中心地に行くまでバスで20分かかるけどな。あのさあ。温泉バスターミナル着いたぞ。早速温泉が湧いてるじゃないか。なんだか至る所から昭和感が溢れ出てきてますね。でも若い人がめっちゃいるから頭バグりそう。よくコロナの不況も食らって生きてたなぁと思いますね。いや本当に街並み綺麗だな。歩いてるだけで楽しいですよね。これがかの有名な湯畑ですね。硫化水素の匂いすげえ。このガストウ、夜になると着くらしい。この熱の湯ってところは湯もみ体験ができるところだったよね。できたら明日にでも行ってみたいですね。何やらこのホテル1位というところは江戸時代から300年以上続いてるみたいですね。なんか、すごく大正ロマンを感じる。雰囲気がありますよね。ちなみに紅茶とかコーヒーとかが無料で飲めるところもあるみたいです。ココアもあるじゃん。カフェモカとか作ってみますか。このバルコニー湯畑が間近に見下ろせるから特別感あって好き。夜にもう一度来たいな。高台にもホテルがあるみたいですね。白根神社っていう神社があるみたいだから明日行ってみるのもありかもな。湯畑の中に入ってみました。湯気やばすぎー。服に硫化水素の匂いがつきまくるんじゃー。部屋に入れるまで時間があるので散策してみたいと思います。最近エブリィで紹介されてた図書館みたいなところも行ってみたいしな。こっち側はちょくちょく闇を感じられておすすめです。これ新しくできた通路の隣にあるからまたおもろいんよな。夏季厳禁にも味があっていいですね。ガスで温泉に混ぜる水道水を沸かしてたんだよな。すごい傾斜だな。山の中に温泉街を作っているのでこうやってそこら辺に急な坂があるんですよね。ご高齢の方はかなり大変そう。中心地の足湯はバカ混んでたのでちょっと外れにあるところに行きます。新しくできたところか。あったけー。なんかお前変なところにいないか。いやあっちにはカップルがめっちゃいたので避難してきました。いや別にカップルがいてもいいだろ。だって撮影するの恥ずかしいじゃないですか。陰キャやな。門
角部屋ですよ、角部屋。でもこっち側って湯畑見られなくないか？まあ細かいことは気にしたら負けです。そんなことよりこのタイプのスイッチをリアルで初めて見たので興奮してずっといじってます。やべえ、性癖をお持ちのようで。設備は古いですが備品はきちんとしてますね。ここら辺はさすが高級ホテルって感じだよな。ということで早速温泉に入りに行きましょうか。写真で見た時は露天風呂がかなり良き雰囲気だったから楽しみだな。ということで温泉に入ってきました。露天風呂バカ気持ちよかったな。個人的にはぬるめのお湯から熱めのお湯まで3種類あったのが入りやすくてよかったです。入り始めは熱くてなかなか肩まで疲れないからな。風呂上がりにオロナミン C。 お前さん動画連続でオロナミン C 飲んでるやん。なんか定期的に飲みたくなっちゃうんですよね。ということでやってきました夜食のお時間です。なぜ飛んだ？いやだって部屋食初めてで盛り上がってたら録画するの忘れちゃって。一体何をしてるんですかね。とりあえず1万円する上州和風の下の乗り方に感動してます。お刺身も超分厚くてうまそうだな。メニューは上記の通りです。炊き込みご飯もこの後出てくるみたいだな。まあ取れてなかったんですけどね。あのさ、デザートのセロリも美味しかったです。それセロリじゃねえから。夜の湯畑もライトアップされてて超綺麗ですね。いや幻想的すぎる。周りのホテルもいい味出してますね。就寝前にもう一度温泉入りに行きますか。夜に入る露天風呂絶対いいよな。ということでおはようございます。うー、サップ。なんてったって今日の草津町の最低気温マイナス2度ですからね。でもこの景色は早朝に起きた甲斐があったな。こんなに霜が積もってるところは初めて見ましたね。それくらい寒いってことか。朝食はもちろん一番乗り。朝は部屋食じゃないんだな。どのプランでも朝の部屋食はやってないみたいですね。まあ従業員さんも大変だろうからな。ちなみに朝食はこんな感じ。左のはなんだ？これは上州の海野菜と霜煮た豚の蒸し焼きですね。いや最高かよ。デザートにわらび餅もついてきました。草津名物の甘豆も入ってるな。この甘豆実は従業員さんの畑で採れたものらしいんですよね。一つ一つの量が少ないから朝でもペロリといけそうだな。ということでチェックアウトも済ませたのでちょっと早いですが早速観光していきましょう。人が少ないうちに人気どころは行っておきたいな。昨日話してた湯もみ見学は朝一から結構並んでたので一番最初に行くことにしました。まあ草津といえば湯もみってところあるし混雑するよな。中はこんな感じになってます。目の前のこれにおばちゃんたちが来て湯もみを見せてくれるって感じなのかな。2階席にも人が入り始めてて超大盛況ですね。立ってる人もいるからやっぱり早めに来ておいて正解だったな。いやー、何より一番最初に出てきたおばちゃんのトーク力がすごかったですね。クライマックスの湯もみは最前列だったから温泉がめっちゃ目の前まで飛んできてちょっと焦ったな。これで1000円は結構安いんじゃなかろうか。まあ迫力を求めてる人が行くとちょっと物足りないかもしれないな。ということでお次は草津温泉の源泉が見えるところまで登山していきたいと思います。上の県道の方まで上がるのか。なかなか大変そうですけど意外に時間が余ってしまったのでチャレンジしてみます。ぜひ遭難しないように気をつけて。20分くらい登ってきたらかなり人が減ってきました。これ一人になったら相当怖いな。何せ登山なんてしたことないですからね。ということで限界地点までやってきました。流れてるこれ全部温泉か。厳密に言うと違うみたいですがこれも草津温泉の一部らしいですね。私たちが昨日入ってた温泉がここから湧き出てきたものだと思うとちょっと感慨深いな。ここまで上がってくるとかなり水温も高そうですね。ということで名残惜しいですが帰っていきますか。次草津温泉に来るのはいつになるだろうな。次は友達を誘ってきたいですね。お前友達いたんか。バカにしてるだろお前。まだ発車まで30分くらいあるのでお土産屋さんでも見て待ってますか。そういやお前ホテルのお土産屋さんで何買ったんだ。友達へのぬいぐるみと巾着袋みたいなやつですね。ぐんまちゃんかわいいな。ついつい群馬に行くとぐんまちゃんグッズを買いたくなっちゃうんですよね。とはいえお前ぐんまちゃんグッズ多すぎないか。お、もう来てるな。帰りも満席っぽいですね。お土産屋さんも身動きが取れないくらい混雑してたからな。やばい、登山したからばっか疲れて眠いわ。どうぞ寝てもろて。でも夕方の赤城山を見たいから耐えないと。
なんか止まってきたんですけど。どうやら高崎線内で人身事故が起きたみたいだな。これ事故が起きたのが下り線だったら結構長く止まっちゃうかもしれないな。何はともあれまずは渋川まで着いたから。というかどこ取れで見る限りそこまで遅れてないっぽいので大丈夫ですね。もう一日ここら辺で止まって遊びたい気分だぜ。なんだか一日ですごく紅葉が進んだ気がしますね。そりゃもう12月だからな。紅葉が遅かった分終わるのも早いだろうぜ。ということでマリサさん、今回の旅はどうでしたでしょうか。旅好きとして一回は行ってみたかったところだったから貴重な経験ができたと思うぜ。結構奮発して高い宿を取った回がありましたね。ということで少しでもこの動画で草津旅行に行きたいと思った方はチャンネル登録、高評価をお願いします。それじゃあまた次の動画で。